皆さん、おはようございます。ティーンベアの魅力ボーイ、キングタクです。今日はオセアニア、海外情報オリンピックスペシャルということで、オセアニア、はい。オーストラリアは、まあ、2度夏季オリンピック出てそうです。もう陸上は本当に強いそうですし、これまでの競泳も本当に多くのメダル、自転車、ボード、セーリングにも強いそうです。まあ、他にも、冬季ではフリースタイルが特に多いそうです。あとはニューディーランド。ニューディーランドは陸上が強いし、ボート、セーリング、カヌーが得意、水系が得意です。あとはまあ、クック諸島、クックはまあ、カヌー、セーリングに出たがメダルなし、トンガもメダルなしがアーチリー、テコンドー出たんですけどもね、フィジーはラグビーが強い。まあ、新生ラグビーで男子が金メダル取ったそうです。サモアはカヌー、柔道、デビューもメダルなしです。はい。アメリカ領サモアもまだ獲得しないで、でも、ツバルはまあ、プロサッカー選手で、ティアム、バドミントンに4色所属者がなし、バナツもメダルなし、ソロモン、パプアニューギニア、パラオもメダルなし、ナウル、ミクロネシア、キルバス、マーシャルソット、グアムもメダルはなしの状況でございます。オセアニアはまあ、それほど強く、さほど強くないです。以上です。バイバイ。